アレクサンドル・ニコラー・エービチベヌアは、フランス系ロシア人の美術家、舞台デザイナー。20世紀初頭のロシアン画壇において、芸術世界の導入として活躍する傍ら、セルゲー・ディア・ギレフのロシアバレエ団に随行して、その舞台美術を担当し、その後のモダンバレエのあり方に将来的な影響を与えた。父・ニコライと、アニ・レオン・チーは建築家で、弟、 アリベルトと、明治ナイーダ・セレブレコワも、画家という芸術家一家に生まれる。母親カミラは、旧姓、カボスといい、マリンスキー劇場の設計者の娘であり、アニレオン・チーの孫は、名優ピーター・ユスティノフである。アレクサンドル自身はもともと芸術に生涯を捧げる、意向はなく、ペテルブルク大学で法学を専攻した。長卒業から3年後に、ベルサイユ滞在中に、 ルイ14世の最後の園遊会と題した水彩画シリーズを描く。これらは1897年にトレチャコフ美術館に展示されるとディアギレフやレオン・バクストの注目を集めるきっかけとなった。この3人が共同して文芸雑誌、芸術世界を創刊し、画壇においてロシア象徴主義運動を追求するとともにアール・ヌーボー運動をロシアに広めようとした。 20世紀初めの10年間に、ベヌアは芸術世界の編集を続けるかたわら、学術的な関心を極めてもいた。19世紀のロシア美術や、サールス・コエセローについていくつかの研究論文を作成して出版している。1903年に、プーシキンの聖堂の騎士の挿絵を発表し、挿絵画家として一つの頂点を極めたと認められる。 1918年から1926年まで、エルミタージュ美術館の展示室、過去の画伯の管理者となり、そこで、アニレオン・チーが、岐阜から相続したレオナルド・ダ・ヴィンチの、聖母子像を保管した。1901年に、ベヌアは、マリーンスキー劇場の舞台監督に任命される。それ以降は、舞台のデザインや装飾に、多くの時間を捧げた。中でも、レ・シルフィードや、 ジゼル、ペトルーシュカは最大の成功作に数えられている。主にディアギレフのバレエリューリウスで働いたが同時にモスクワ芸術劇場やヨーロッパのその他の著名な劇場とも協力関係を築いていた。1955年に回想録が出版されている。ありがとうございます。